こんにちは、翔太です。今回なんですけど、私はあえてリア、アクセル、イラストを2枚引いていこうかなと思います。この中だとシオンかベントスが個人的にはおすすめなんですけど、あえてリアを引いていこうかなと思います。それでは200連になるか、まあ途中で出てくれるかわかんないですけど、やっていこうと思います。で、なんでリアなのかっていうと、私心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。お、やっとバニタス来た。 PVP で使えるメダルなんでめちゃめちゃ嬉しいです。私リクのイラストバージョンを2枚取ったんですよね。で、弱点特攻のアビリティに弱点特攻がついたキャラがあと2人欲しくって、で、とりあえずリアでコピーして使おうかなと思ってリアを取ろうと思いました。誰これ？ああ、あの空か。はいはいはい、この前のイラストバージョンが来る前の空陸帰りの空ですね。はい、どんどん回していこうと思います。これで、SB 復活。お、長い間私が空を守るよ。あれ、あ、じゃあこれは昔のバニタスか。やった、サンフラウ総教やっけの空も手に入れて、あー、これも、あ、持ってたんや。へえ、いろいろ持ってなかったメダルが手に入るな。これで SB 復活2枚、リク、リク、リア、リアっていう順番にすればいいのかな。心のつながりが親友に触るな。これは微妙でしたね。リク、リク、リア、リアっていう、テラ、テラ、リク、リク、リア、リアっていうデッキを作ることで、私の中では現状最強のデッキが出来上がると予定しているんで、それを狙っていこうと思っております。親友に触る。うわー、あ、懐かしい。キーアート20。これ最強の、元最強のメダルですね。当時確か2万ぐらい、攻撃力2万ぐらいがベースだったのに、このキャラだけ2万5000っていう、攻撃力プラスバフとかもない中で、攻撃力が確か5000ぐらい高かったような気がしますね。当時めちゃめちゃ使ってました。あ、来た。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。やった。え、今何連？これ50連ぐらい。ちょっと数えてなかったですね。ちょっとメダル見てみます。入手順にすればいいかな。あ、60連で1枚出ましたね。やったやった。よかった。じゃあ、この調子でもう1枚出てくれてもええんですよ。個人的にもうサブスローも潤ったので、まあ、そんなにめちゃめちゃ引く意味もないといえばないので、なるべく早いこと終わってほしいですね。まあそれか、6冊は正直いらないんで、シオン出てほしいですね。いや、もう100連で2枚出てくれていいよ。俺たちは別々の道を行くんだ。この場にタスは出れば出るほど嬉しい。これで80連か。で、90連。本来の100連のタイミングで終わってほしいな。それがキーブレードの力。お、やっと。え、あ、ちゃう、これちゃう。お、バニタス、やったやったやった。それがキーブレードの力。これは誰だ。あ、これ全属性有利のやつやね。はいはいはい、やった。いいね、このガチャ。まあシオンも取ろうかな。シオンは万人受けする感じですよね、正直。光バフ、闇デバフついてて、
状態上回復とか HP 回復とかゲージ回復もいろいろできるんで、かなり優秀なメダルじゃないかなと思います。ただ波寝でいいかなって思っている自分もいるんで、私は別に波寝で困ってないんで、わざわざシオン取ってバフメダルとして使うのはどうなのかなって思っちゃうところがありますね。その身に刻む、友達が守る者がいるから強くなれる。その身に刻むか。私最近 PVP にハマっているんで、 PVP メダルどん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 来てくれて大丈夫ですよ。その身に刻め。あー残念、残念な、これはこれは残念すぎるやろ。あと40連か。どうせなら2回とも天井回避したいところ。親友に触るな、俺たちは別々の道を行くんだ。まあそれかシオンポロッと出てほしいですね。ロクサスも出たんで。シオン来い、シオン、シオンの方が出てほしい。ああ守る者がいる。あと20連か。来い。リアはどうせ出るんで、シオン来い、シオン。うわ、リバースばっかり。おお、サンフランソー。サンフラウ総教やったっけ。でもこのメダルも別に PVP で使えるわけじゃないからもういらんけどな。はい、これが最後のガチャになります。リアのついでになんかいろいろ来てくれんかな。来てくれ。あー、なんとも言えない結果になりました。あ、チレットマサゼアノートがいる。はい、無事リア2枚確保することができたんで、まあ、最後に覚醒だけつけて終わりにしようと思います。リアいた。ちょっととりあえず2枚とも攻撃力最大にしといて、で普通にあれですね、 PVP じゃなくてエネミーです、エネコロで使いたいんで、ああ、いわゆる理想覚醒ってやつを狙っていこうと思います。ちょっと最初攻撃力プラス1000いい感じやったんですけど、後半盛り返してくれるか。お、来た来た来た。あと2つ、あと2つ。レイドでは使わん、絶対使わん。アビリゲージは3か。ほい、おおお、いけんいけんいけん。オッケーオッケー。あと追撃だけか。じゃあちょっともう一体の方につけますか。地上空中が死んじゃうもんね。ほい、防御力。よしよしよし。さっきのアクセルにリアかに防御力、あ、この辺ついたら死んでたんでありですね。これはあと3つ。おっしゃしゃしゃ。あ、これなかなか良かったですね。最後に追撃ぐらい無理か。まああとは潜りショップでつけようと思います。でちょっと記念にですね、もうせっかくなんでとこの3枚か、
この私のエネコロを支えてくれる、今後支えてくれるメダルたちに何かいいペット覚醒がつくことを期待しながら終わりにしようと思います。今回でだいぶジュエル減ったな。お、よしよし。ただやっぱ追撃プラス 120% ついてほしいですね。攻撃力はもうなんか攻撃力バフでこんなところで1000とか2000変わってもそんな変わんないような気がしてきたんで、やっぱ追撃 120% ですね、つけるべきは。はい、まあなんとも言えない結果になりましたけど、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからもユニオンクロスとダークロードの動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。